だこのあのカノンかで、あと第2弾にあの女神アテナがあの出てくるらしいんでね、でそれも欲しいんだけど、で第3弾で両方ともチャンスがあるっていうんだよね。でそれをさ、いつ引いたらいいんだろうね。であの余計なのが来ちゃうんだよね、こっちのさ。このあのソ連と当たってましたよね、ソ連とって。これはね強いらしいんだけど、あと他のはねあんまり使えないと見たんだよね。やっぱりあのポセイドンが圧倒的に強い。私当たりました。はい、これはね当たりですね。ソ連とはこっちの中では当たりみたいですね。じゃあ行くか。これって FFR 系でいうフェスみたいなもんですか。そうそうそう、あのフェスで10連引くと1体あの確定なんだけど、これだけメンバーいると、まあこっちはあの絞られてんだよね結局ね。こっちはほらあのミラーボール的な感じなんだよ。よっしゃ行こう。まあ1回だけにしよう。第2弾とかあるから行きましょう。行きましょう。ポセイドンかっこいいですね。こいこい。カノンが当たるんだろうが。あ、来た。一発で油断したな運営さんよ。来たー。一発で来たぞ。うわ来た。え、目玉なのに、あのしかもあの星3だ。あの星3の、え、いいの、いきなり油断してましたね。パチパチパチ。あー、ミロはねもう持ってるからこれはねいいんだけど。一発も、なんか調子いい。そうなったらちょっとあのポセイドンも欲しい気がするけど、いやでもここで追っちゃうと、うん、ここで追うとダメだよね多分ね。まあアテナも来るから、いやこれ嬉しいな。ちょっとちょっと嬉しい。さすがの引きです。うわこれさ、そんな簡単に当たらないはずなんだよ。あ、しかもねあのアフロディーテが強くなった。追うでしょここは。いや追っちゃダメだよこれ。いや結構あの渋いんだよ。だってこないださ何度回したんだ。さガチャ高く回せぬ闇に落ちるプレイヤーの叫び、運営に騙されゴートクロス出てこないガチャ取り、解き放てよ銀行の預金、勝利を抱くガチャのために先生や目指す希望のキャラは確率3倍出てこない。先生や全てを次にかける、結果は動画で見てほしい。汚れてる運営、暗い闇を貫く方針、債務者の証は同じロマンを求めて借金、立ち止まるな爆死の勇者、未来を阻むものはお金。先生やどんぶり感情やばい、我に帰るとき虚しい。先生や勇気お金確率、舞い上がれ導きのままに、
解き放てよ銀行の預金総理を抱くガチャのために先生や目指す希望のキャラは確率3倍出てこない先生や全てを次にかける経過は動画で見てほしい